のココタマ同士でココタマ活動をすることにしたんだ。あのね、色鉛筆がなくなっても僕は消えないんだよ。だから色鉛筆もなくなるくらいいっぱい使っていいんだ。あれ？ねえねえ、今僕たちのこと見たよね。人間に見られたら私たち物に戻っちゃうはずなのに。なんともないのに。食べてるの？おかしいな。僕8時に起きようと思ったのに。ココンポイポイココタマ。コースかピースかピロピーロ。明日こそ寝坊しないでちゃんと朝ごはんを食べるんだ。じゃあおやすみ。お茶の時間です。